終わった？終わるぐらいの時間？もう私は今日はお休みだったんですけど、私がお休みだからもうすごい自分の生きるペースに合わせちゃった。公園から帰ってきました。うん、帰っちゃったんだね。ありがとうね、来てくれて。夜お出かけするのかな？いいえ、お出かけする予定など全くございません。そうだから今日美容室に行ってきて、前髪を切ってきたんですけど、本当は美容室行った後どっかお出かけしようかなとか思ってたんだけどさ、寒すぎて出かける気力がなくなっちゃったんですよ。でしかも美容室に行ったのも前髪を切りに行っただけだからね、せいぜい30分もかからない、10分15分ぐらいで終わるんですよ美容室の用事。10分もいらないぐらいで終わるんですね。だからさ、もうこんなメイクしていってもたった5分10分の美容室のためでしかなかったわけですよ。別にこの後出かける予定もないし、そうだから配信しようって思って今に至ります。夜は出かける予定もないからあれ見るよ。今日でもほら6時15分から萌ちゃんがね、NST さん大好き新潟チャンネルで配信があって、7時から今度日向さんが出る番組がありますので、そうだからさ、あそうそう、妹もさなんかさ暇だって言ってたからさ、遊ばないって言ったらやだ眠いって断られたから、家で映画見てたよ帰ってきて。暇してたよ、うん、そうだからもう私はもう何も用事がないので、この配信が終わったらメイクを落としてお風呂に入ってテレビを見ます。21時半から夜勤です。わあ頑張ってね。じゃあ今ちょうどゆっくりしてたのかな。ありがとうね、来てくれて。そう、料理はしないの？え、迷ったんだよ。それこそ昼さ美容室から帰ってきて暇でさ、でうちにもうすぐ賞味期限が切れそうなウインナーがあって賞味期限が切れそうなウインナーがあって、あの豆乳スープをずっと作りたかったんだけど、うちに豆乳しかないから、あと冷凍した白菜がめちゃくちゃいっぱいあるから、白菜とウインナーとあとキノコとか入れて豆乳スープをずっと作りたいと思っているんだけど、なんかお腹空いてなくてお腹空いてなくて作る気になれなかった。でもさ、なんか昨日のさ、いや本当に私ちょっと悔しかったんだよ。昨日の公演の MC でさ、なんか今いるニキドラは全員料理できないみたいな、いやそんなことない、得意ではないけどやればできる私は。はい、そんな帰りみたいにとんでもなくできないわけじゃないはずやればできる私は。だからちょっとすごい現役ニキドラは料理できないやつらみたいなちょっと扱いをされた昨日の MC が悔しいからそうやらないだけなんです。そうだからちょっと作ってやろうかなって思ったんだけど、ちょっとお腹空いてなくて作る気になってない。でもウィンナーの賞味期限切れちゃうから作んなきゃって思う。でもあの本当はその、ま、ポトフとかあの豆乳スープに使うようにウインナーを買ったんだけど、ちょっと本当に作る気力がなさすぎてウインナーただ炒めただけでお酒のおつまみになって一袋終わりました。なんかさウインナーってさこう2個セットじゃん、こういう2個こうくっついてるじゃないですか。で1個はもうその何ポトフとか、 なんか豆乳スープとか作るように使いたくてあるんだけど、
まあ、2袋分も使わないなって思って1袋分はお酒のおつまみになりました。焼いただけ。だから気が向いたら豆乳スープを作ります。というかうちにもう何もなさすぎて豆乳スープぐらいしかうちで作れるものはありませんので、はい、気が向いたら作ります。気が向かなかったらもう一袋もお酒のおつまみになります。ウインナーはおつまみに優秀だよ。美味しいもん、焼くだけで。焼くだけで美味しいもん。そう。でもちゃんと豆乳スープ作ったらチャットに載せるから。怒られてこなかったら、あ、酒のつまみになったんだな、とでも思ってください。気が向いて作ったら乗せますね。あのミフィちゃんと一緒に乗せますね。酒のつまみも送ってください。酒のつまみはだって作んないもん私。ウインナー焼いただけだもん。カホちゃんみたいに私はお酒のおつまみは作らないので。買ってきちゃう。だってお菓子でいいもん。私お菓子で飲めちゃうから。お菓子でいいもん。つまみなくても飲めるタイプ。ね、ものによるかも。なんか甘い系のお酒とかだったら全然そのままでいける。でも食べたくなっちゃう。ハイボールとかだと、うん、おつまみは酔ってても作れるくらいがいい。あ、でもそれいいね、かっこいいね。なんかもう酔ってたら酔った分だけわーってなっちゃうから。そんなもうだってただでさえ作る気力なんてないのに酔ってから作ろうだなんて1ミリも思わない。私はね。あ、お酒飲みながら料理。あ、確かにそれかっこいいな。めちゃくちゃかっこいいな。憧れるな。私はもうそれ無理です。無理。同時にスタートさせたいタイプでも、なんかそれをやれる人はかっこいいと思う。今宅配飲んでる。え、早くない？まだ5時半だけど。早くない？いいね、お疲れ様だね。つまみなしで飲めるのはでも本当に物による。料理に慣れてる感出る。いや、わかる。作り慣れてんのかなって思っちゃう。じゃないと飲みながらなんてできないもんね。ただいま晩酌中。え、みんな結構早い時間から始めるんですね。お早い時間から始めるんですね。料理が出来上がるのを待ってるって。ああ、それはすごいいい。幸せですね。それは幸せでいいですね。いいな。明るいうちから飲めるのは休みの日の楽しみです。確かにね。え、それで言ったら私損してない？私今日は休みなんだけど。まだだよね。まだこれからだよね。
え、毎日？ちなみに飲む人は毎日飲むものなのかな。どうなんだ。サーモンフライとかけフライとイカフライ、めっちゃ全部フライ。でもいいね、合うね。早い時間に飲めれば飲めるほど美味しい。それはわかる。それはわかります。最近毎日飲んだりよ。ねえ。ねえ。わかる。仕事終わり今来たけど酒の話、うーん、なんでかそうなってしまった。え、なんで、誰だ。誰だ、なんでこの話になってんだ。なんかね、そうなってしまった。ビールやチューハイが新作ラッシュで楽しい。うわー、めっちゃ分かっちゃうの悔しい。めっちゃ分かっちゃうの悔しいな。あ、そうだった、私が言ったんだった、すいませんでした。私がウインナー酒のつまみにしたとか言ったから恥ずかしい。そうでした、めっちゃ忘れてました。違うよ、うちにあるウインナーはちゃんと豆乳スープになんだから。ちゃんと豆乳スープになんだから大丈夫、安心して。ちゃんと作ってみんなに報告するから。会社の飲み会なくなって野球見に行った時ぐらいしか飲む。あー、そっか、みんなはそっか、飲み会とかねあるとね、付き合いで飲むもあるもんね。そうだよね。うん、どんな時にお酒飲むの。でも私は外にご飯行った時しか飲まなかったはずだったんだけど。はずだったんだけど、いつからか気づいたらお家でも飲むようになってました。はい、新作チューハイは買って食べがち。え、そう。そうかな。私は割とすぐ開けちゃうけど、宅飲みを覚えてしまったんです。そうなんです、一人暮らし始めちゃったから。そう、そうなの。野菜ジュース、ミックスベジタブルでミネストローネスープ。あ、確かにめっちゃ簡単でいいねそれ。私のお家にはでも今白菜が大量に、白菜半玉分、白菜半玉分をちょっと前に買ってきて全部切って冷凍してあるから、それを使いたいんだ。それのおかげで冷凍庫がパンパンなんだ。なので私は絶対に豆乳スープにします。大宣言。大宣言です。一人で飲むの寂しくならない。え、全然寂しくならないんだけど、うん、それも嘘かもしんないけど、ね、どうだろう、寂しく感じる時もある。冷凍長期違うのよ、冷凍しておかないとすぐダメになっちゃう。なんかさ、やっぱ公演とかだとお弁当出たりとか、まあ、これからリハとか始まるとさ、お弁当ご飯が出ることが多いから、家で作ることがないんだよ。で、作ってもお弁当出るから食べないとかになっちゃって、そうするとさ、気づくとさ、いろんなものの賞味期限が切れちゃうからさ、もう冷凍のものしか食べなくなっちゃう。そうだから、もう全部野菜もキノコも全部冷凍してあるし、なんかあの何、冷凍のほうれん草とか全部常備してる。
じゃないとね作れないんだよ、作るにしても。そう、昔は今日のアイスだったけど今はお酒紹介始めるしか。それってちなみに需要あんのそれってちなみに需要あるの？最近アイス全然乗せてないけど食べてはいるよ。僕は一人で飲むのが寂しいので一緒に飲んでもらってもいいですか？考えておきます一人で飲みながら何してるの？え、銀河英雄伝説あ、でもまああとドラマ見たりとかですね。でもゲームしてます、ちゃんとゲーム進めてます。え、そうなの、アイスだから冷凍庫、私のうちの冷凍庫はこうなんか2段になってて、あの引き出しが出るタイプなんですけど、引き出しがの出るその引き出しのところにはもうアイスしか入れてない。アイス専用引き出しと下になんか食材系入れてます。だから冷凍庫常にパンパンそうなの。将来お付き合いする男性はお酒好きな人がいる。え、でもさ、一緒に飲める人の方が多分楽しいよね、絶対って思う。金が英雄伝説、やっとレベル20になった。え、すごい、みえちゃんのカードも。そうなんだよね、レベル20まで行くとサインのメッセージカードをお渡しできるので、ね、嬉しい。一緒に頑張ってくれてありがとうね。かおちゃんはやってるよ、お酒紹介配信やっぱ私の一歩先を言ってんだよな、いつもマシモカホ配信で紹介してんの、最高におもろいじゃん最高におもろいじゃんね家飲みの時ってお風呂先に入るタイプ。あのね、それがですね、最近そのお酒を飲んだ後酔ったまま寝るっていうのが最高に気持ちいいことに気づいてしまってだからお風呂入ってからの方が楽だなって思い始めました。いや、私本当に夜眠れなくて3時とか、昨日は3時半ぐらいまで起きてたのね、公演終わりなのに。そうそうなんですよ。だからさ、飲んでからの方が眠れちゃうそうだから普通に起きてて、ね、ほんと体に良くないと思うんだけど、普通に起きててよりもなんか睡眠が早いから次の日朝気持ちよく目覚められる気になるああよく寝たっていう気持ちになれるの。そう、そうなのよ。だからちょっと最近はお風呂上がりかなって感じがしてきちゃいました。え、そう、睡眠多分、え、浅いのかな、やっぱ。でも普通に寝ようと思うとさ、3時とかまで平気で起きてちゃうからさ。そう、睡眠の質はめっちゃ低下します。え、そうなんだよね、知ってる、わかる。でもあのそう、え、うん、寝ないよりいいかな。いや、どうなんだろうね。でもあのさ、なんかさ、寝る時の気持ちよさ分かっちゃったら、あれがダメ、あれがダメ。そう、なんか飲むことよりもそれによって眠ることの気持ちよさを覚えてしまった感じ。危ないよね、ほんと気をつけます。
3時半から俺の夜中のチャットすぐには見てない。え、見てるよ、めちゃくちゃ見てるからね、言っとくけど、ちゃんとだからそう、何が一人で飲んでいて何が寂しくなるかって、そういうのを見ちゃうと寂しくなっちゃうそうそうそう、そうなんだよ。起きると喉がカラカラになってない、今んとこ大丈夫、うん、夜中に送ってよ、送ってよ寂しくなってる時かもしれないよそうだよ、そう、だからもう本当に昨日は、昨日はだから3時過ぎ、もう4時近くまでになっちゃったから、寝る前が、そう、公園終わりなのに、そうだから、うん、メールの返信とチャットの返信の行き来みたいなそんな感じになっちゃった。めっちゃ送るけど大丈夫そう？いや送って、本当、本当に送ってほしい。お酒飲んでるからチャット送ってて送ればいいじゃん。でもさ、私がお酒飲んでる時間はもうチャット送れる時間じゃないんだよ返信は見れるけどね、返信は見れるけど、そう、私が送れる時間ではない。あ、体力あり余ってんのかな、1公演しかなかったから、昨日がそういうことか、だからその遅い時間まで起きちゃったのか、それもあるかも。でもね、2公演やっても結局寝る時間3時とか過ぎちゃうんだよ、体が元気すぎて。うん、ね、疲れてると思いきやめちゃくちゃ目が冴えちゃうんだよね。そうなんだよ。あ、そう、それでさ、昨日途中で言いかけた話があったのよ昨日途中配信のさ、終わり際にさ、言おうかなって思ったけど時間がなくて言わなくて、どうしようかなって思ってた。コンやるとアドレナリン出ちゃう。え、そう、そうなんだよね。あとなんかみんなのやっぱ感想気になる。公演終わりと思って。そう、メールに返信できる。なんかね、まだね、本調子、私の本調子じゃなくて間違った。そう、まだね、メールね、直ってないみたいなんですよね。そう、だから G メールに変えてくださった方とかは、そう、送って、られてきてたりしてます、返信、うん、最近いいねしないの、そう、その話がしたかったの。そうなんだよ、気づいてたなんかそう、どうしようかなって思って、これ自分から言うべきなのか、言われたら答えるべきなのか、なんかもうスルーするべきなのか結構迷ってて、そう、1週間前ぐらいからね、してない、実はいろいろあったの。もうだからそう、やめようかなって思ってしてなかった。そう、アプリ戻ったから、あ、そう、アプリの方だとね、メール返信読めるので、ありがとう。ちょっとお手数かけちゃうかもしれないけど、 G メールとかアプリとかに変えてもらえるとメールの返信も見れます、届きます、ちゃんと。ありがとうねいや、そう、なんかこれ話すとまああれなんですけど、結論から言うと、
あのいろいろあったって話でいろいろあったって話で、なんか今まで私ずっとみんなの投稿にいいねしてたのね。例えば公園来てくれたりとか、あとおしゃべり会とかやってる時はおしゃべり会のなんかレポ、みんなが書いてくれるレポとか、なんか例えばあと生写真ゲットしたよみたいな投稿とか、なんかそういうのみんなになんかありがとうっていう意味を込めて結構いいねしてることが多かったの。でもあの別にそれいいねしてないからってありがとうって思ってないってわけじゃなくて、あの例えばショールームのスクショとかは私今まであんまいいねしてなかったの。なんかそれはさ、自分がいいねするとさ、例えばめっちゃ半目の写真とかで、なんかそれで私がいいねしていいねしましたでさ流れていっちゃうのめっちゃ恥ずかしいから半目の写真拡散したくないし、そうだから配信見てくれてありがとうの気持ちはあるけど、なんかそれで押したら拡散されちゃうの嫌だなって思ってたから、なんかショールームの少しは例えばいいねしてなかったりとか、なんかそのなんだろうな、もちろんみんながその SNS に投稿してくれることに対して全部見てるし全部ありがとうの気持ちなんだけど、それを全部いいねでお返しすることはできないなって思ってたのね、そう。でもなんかそのでも自分の中でまあ大体いいね するもの、公園来てくれてありがとうとか、なんかそういうのに対してはいいねしてたりしたんだけど、なんかこう見落としちゃってたりとか、例えばね見落としちゃってたりとか、あとなんか見れない、私から私のところに流れてこない人とか、これ別に私が何かしたとかじゃないんだけどね、ブロックしたとかそういうことじゃないんだけど、流れてこない方とかさいるのよね。そうだからなんか全部が全部多分できてたわけでもなくて、でもなんかそれがねなんかトラブルの原因というか根本、でまあ多分本当に私は私のところに流れてくるものは全部ちゃんと見てるし、なんか押してたりもしたんだけど、まあなんかできてなかったりっていうのがあって、そう、それでなんかその私の知らないところでなんか傷つけちゃってたなっていうのがあって、そう、そう、それでまあ例えば私がね見落としてしまったとかだったら本当にごめんねなんだけど、なんかそれを皮切りにそれを皮切りにと言いますか、なんかそのことでそこからなんかもう嫌なこと全部言われちゃって、なんか多分そのなんだろうな、なんか怒りのスイッチを押してしまったというか、そう、だからもうそれに関係ないことも全部なんかわーって言われちゃったことがあって、そうで、まあなんかその卒業、同期の卒業とかが続いてたタイミングだったし、なんか私的にもメンタルめっちゃやられてる、ただでさえ卒業公演でね、なんかメンタルやられてるところにそれがもう来ちゃって、自分の中でそう、なんか私はみんなにありがとうの気持ちでなんかいいねとか押してたけど、なんかそれでなんかこう嫌な思い、自分の知らないとこで嫌な思いさせちゃってたりとか、逆にそれが原因で私が嫌な思いしちゃったりとか、なんか それが原因でお互い嫌いになりたくないなって思ってて、そう、だって私もそんなこと言われたらえってなるじゃん、そのもともと私がさ
なんかできてなかったのが原因かもしれないけど、そう。しかも今おしゃべり会とかがあれば、なんか言ってくれればこうだよっていうことができたかもしれないけど、それもないから、なんかもう一方的にすごい当てられてる気持ちになっちゃって、そう。でもそれがね結構しんどくて、そう。でなんかなんだろう、普通にこうありがとうの気持ちではしてたけど、うん、なんか それが原因でお互い嫌いになんてなりたくないなって思ったし、なんか私はすごく応援してくれててありがとうっていう気持ちだったのに、なんだろうな、あ、なんか その一件だけで、一件だけでっていうのもあれだけど、なんかその一件で関係が崩れてしまうくらいの距離感だったんだって思っちゃって、私はなんかすごい応援してくれてるんだなって思ってたのになみたいな。だからそれってなんか顔も名前も知らない人になんか悪口書かれるよりも結構メンタルにくる。だって知ってるし、自分のこと応援してくれてる人だから、そう、顔も名前も知らないような人に言われるぐらいだったら全然なんか知らないくせにで終われるけど、なんか聞き流せるけど、なんかそれができないから、なんかより結構ぐさっときてしまって、そう。でだからこうみんなにありがとうの気持ちで知ってたけど、自分の知らないところでそうやってなんか傷つけちゃうんだったらやらない方がいいかなって思って、そう。でもだからといってみんなにもうありがとうの気持ちがなくなったとかそういうことではなくて、だから何回も自分の中で、あ、もうやめようって思って、まあ1週間くらいね、やめようって思って、でもちゃんと今まで通り見てるし、ありがとうって思ってるから押したくなっちゃうの、気持ちが押したくなっちゃうんだけど、そう。でもなんかこれでまたもし同じことになってって思ったら、うん、やめておこうってなりました。そう、なのでちょっと今後は押さないかな。そう、でもなんか私はちゃんとみんなの見てるし、めちゃくちゃ監視してるし、気持ちはもうめっちゃ押してるそう、いや、そうなの。なんかその自分がこうね、せっかくもう本当にこう6年、もう7年目、アイドル7年目になって、なんかいろんなことはあったけど、まあ楽しくできるようになって、ここ数日数日じゃない、それは嘘、ここ半年ぐらいね、ここ半年ぐらいなんか自分の中でやっとこう楽しくアイドル活動をできるやり方を見つけた中で、なんかそのことで楽しくなくなっちゃうのって良くないなって、そう、自分がなんか何を一番ベースに、何を一番大切にするかって考えた時に、やっぱり自分が楽しくアイドル活動をすることが何よりも大事だと思ったの。そう、なんか自分が楽しく活動してるからこそ応援してくださってる方も楽しんでもらえると思うし、そう。でそこの信頼関係も自分が楽しんでアイドル活動するからこそ成り立つことだなって考えた時に、なんかそのなんだろうな、 SNS のことで自分が悩んでアイドル活動楽しいって思えなくなっちゃったら、なんかそれは私がなんかアイドルをしてる意味ってなくなっちゃうなって思って、でなんかこうみんなにとって推しからいいねが来るってすごいなんか嬉しいこと、大きいことかもしれないけど、ただそのことでアイドルを
それなんかそのことでトラブルとか問題になってアイドルをすることが楽しくなくなっちゃうって、なんか多分みんなにとっても絶対にそれは嬉しいことではないからと思ったのね、うん、なんか私はみんなのことをすごく大事に思っているし、なんかみんなとの信頼関係ってちゃんとあると私は思っているから、なんかそのなんだろうな、いいねが来る来ないだけでなんか壊れちゃうような関係じゃないと私は信じているので、だからみんなのこれからの投稿にはいいねしなくなるかなって思うんだけど、でもちゃんと見てるし、めちゃくちゃめちゃくちゃ見てるし、なんかそれが来ないからもう押す価値ないなって思われるぐらいの関係性だったのかって思ったら、あ、そうなんだなって なっちゃうというか、うん、っていう気持ちですね、はい、だからもうそう見るだけになっちゃうけど見てるよちゃんとめちゃくちゃ見てるよ。そうだからこれからなんか今まで例えばねフェスとか出た時に全然 NGT のことを知らない他のアイドルファンの方がなんか何々さん、違う NGT の何々ちゃん、例えばツインテールしてるあの子めっちゃ可愛かったみたいななんか投稿があったとするじゃないですか、フェス終わりなんか名前知らないけどとか、あと普通に藤崎さんって子が可愛かったみたいなポストがあったとするじゃん、なんかそういう時結構自分で探していいねしちゃうタイプだったんだけど、もう多分それもしないと思うから、うん、だからその分みんながちゃんと拡散してほしい、そういう時みんなが率先してそういうポストを見つけたら、あ、それは藤崎美優ちゃんって言うんですよって言ってほしい、それで新規獲得してすごいみんなになんかみんなに任せちゃって申し訳なさすぎるけど、代わりにいいのを しておいてリープとかしておいて、っていう気持ちです。そういやだからこれをね自分から言うかすごい迷ったし、なんかメールに書くかとかどうしようかなとか、でもちゃんと見てるからいっぱい、私が寂しくなるからいっぱいポストはしてね、いっぱい投稿はしてね、本当にズーズーしくて申し訳ないけど、いいね押さないくせにいいね押さないくせにこんなこと言うなんてずずしいのは分かってるけど、でもちゃんと見てるし、あのだからといって自分に関するなんか投稿が減っちゃうのはすごい寂しいから、見てるからちゃんとこれからも今まで通りしてくれたら嬉しいな。でもそれでなんだろうな、自分の負担が一個減ったじゃないけど、なんかトラブルの元になるものは一個減って、そうなんか自分の心にまあ余裕ができるじゃないけど、うん、その分ちゃんと楽しくよりアイドル活動ができたらいいなっていう気持ちでは、それを言おうか結構ずっと迷ってた迷っててとりあえずなんか1週間ぐらい放置してみようかなってみんななんとなく雰囲気で察し始めるかなって思って何も言わずにちょっと やってみました。
その話にいいね。ありがとう。ありがとう。でも本当になんかでもそれがなんか一人とかじゃなくってそういうことがね、だからそう、そのなんだろう、自分がいいと思ってやってきたことがなんか自分の知らないところで良くないことになってたんだなっていう事案がまあいくつかあったわけですよね。一人じゃなかった。時間大丈夫、あ、ね、15分から萌ちゃんの配信が、萌ちゃん、え、大丈夫かな今日一人でめっちゃ頑張る、しかも病み上がりで大丈夫かしら、お姉さん心配。病み上がりの子が一人で STU さんの 2.5 期生の子たちと配信する、ちゃんと見守ってるねお姉さん。頑張ってほしい。そう、15分から配信あるから、じゃあ私はそろそろ配信は終わりにしますね。ちょっと言おうか迷ってたこともまあ言えたので、はい、ランキングを読みます。13位ふさくさん、ありがとうございます。12位なおさん、ありがとうございます。11位ファンタムさん、ありがとうございます。10位ランマさん、ありがとうございます。9位サバサンドさん、ありがとうございます。8位青いタンさん、ありがとうございます。7位ブンちゃんさん、ありがとうございます。6位ライマーさん、ありがとうございます。5位ヒーローさん、ありがとうございます。4位七日山六面さん、ありがとうございます。3位のサラさん、ありがとうございます。2位トシさん、ありがとうございます。1位大関さん、ありがとうございます。ごめんね、みんな急にやるって言ったのに来てくれて、しかも私の話まで聞いてくれてありがとう。皆さんお仕事などなど終わりにこんな時間にありがとうございました。いい感じの前髪、明日見によろしく。明日も公演なので。でもちょっと切りすぎたかな、短かったかな。めっちゃさ美容師さんにさ、これぐらいって言われて、もうちょっと、もうちょっとって2回も言っちゃった。もし明日の公演真上とかだったらすいません。明日のために今日も残業、頑張って、明日会えるの超楽しみにしてるね。頑張って、ありがとうね。明日公演出るの、出るよ、明日は公演です。はい、頑張ります。3日後ぐらいにちょうどよくないさ。あ、でもそうなったらさ、みんなのこと呼んでた。みんなのこと呼んでた。10日の公演には前髪ちょうどよくなるってことじゃん。それは良さそうだ。土曜日いないのさっき、だからいないって言ったじゃん。私もう出たいけどいないんだって、だから10日の昼に来てって言ったの。そうなんだよ。明日の朝仕事終えたらいざ新潟、気をつけてきてね、ありがとう。よし、じゃあ終わりにします。バイバーイ、ありがとうございました。